1問だけで見比べるんじゃなくて、はい、基本2問、まあ、2問っていうか2レベルですね。一番最初の問題と一番最後の問題、はいはいはい、もしくは難易度が例えば分かれてるやつは難易度一番簡単なやつ、難易度一番難しい問題を武田塾チャンネル。今回はね、参考書の選び方についてきました。参考書の選び方、はい、まあ、どういう基準で武田塾が、はい、まあ、主に自分が見ているのかとかね、はい、じゃあ自分はどういうのを選べばいいのかみたいな、はい、そういう判断基準をね、うんうん、武田塾のルートの参考書 もちろん使うのもいいんだけど、はい、いや俺はこういうの使いたいんだよな、うん、あればそれをねぜひ選ぶ時の参考にしてもらえればと思いますので、はい、今回の企画もよろしくお願いします。はい、はい、ということで参考書の選び方第3弾、はい、まあ見極めるポイントというか見比べるポイント、はい、まあ、量とかはね、はい、問題数数えれば分かるんだけど、そうですね、あんまり厚すぎるとちょっと、はい、そうそうそう、挫折しやすいですしね、はいはい、でじゃあ次にやっぱ気になるのは、はい、何かって問題の難易度を見ようって話、問題難易度、いやこれはちょっと難しいですよね。結構なんか僕も、うんうん、そのポレポレがすごい有名でこれいいって言われてたんで、はい、予備校の先生に、はいはい、あの僕ヨゼ見てたんで、うんうんうん、そうでこれ薄くてめっちゃいいじゃんってやってたんですけど見て、うん、まあ、なんか分かったような分かんないような、うんうんうん、はい、感じだったんですよね、はいはい、だから問題って、はい、厚さとか薄さじゃないじゃないですか、はい、だけどこれもさっき言った、うん、あの見比べるって話だったら、うん、例えばね基本コードとポレポレ見比べたら明らかに難しいじゃん、はい、ポレポレってのは分かるじゃないですか。そうですね、それは、はい、うん、だけどさすがに、まあ、それは分かるから、はい、なんかその自分の今のレベルと見比べるある程度分かるじゃん、はい、でこれ難しいのが同じようなレベルでどっちがいいのってケースだと思うんですよ、はい、あ同じようなレベルどっちがいいか、うん、うん、これを見極める手段は一番簡単なのは、はい、特に理系科目だと、はい、一つの分野例えば二次関数とか微分積分みたいな範囲があるじゃないですか、はいはいはい、そこで一番最初の問題と一番最後の問題、はいはいはい、もしくは難易度が例えば分かれてるやつは難易度一番簡単なやつ難易度一番難しい問題をそれぞれの問題集見比べるんですよ、はい、ほうほうほう、そうするとスタート地点とゴール地点の難易度が分かるじゃん、はい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 、参考書のテーマ問題ごとの、なるほどなるほど、そうすると、うん、こっちの方がスタートは簡単だけどゴールが難しいなとか、うん、こっちはスタートもゴールも簡単だなみたいな形で、うん、ある程度難易度の基準が分かってくると思うんですよ、なるほど、うん、そうすると、はい、大体自分が例えばこっちはスタートのレベルから考えたら俺いきなりここからやるのきついなとか、うんうんうん、こっちだとなんか簡単すぎんなみたいな形で微妙な違いが分かってくると思うんですね、はい、なるほどね、うん、だから量が同じような参考書でもスタート地点が違うとか割とあると思うんですよ、うん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 、だから、はい、量が少ないやつだと簡単な方が少ないケースと難しいは少ないケースがあったりするわけじゃないですか、うん、そういうのもあるからなんていうかあの1問だけで見比べるんじゃなくて、はい、基本2問、まあ、2問っていうか2レベルですね、うん、簡単なものと難しいもののレベル差を見ていく、うんうん、だからあとはその例えば社会とかみたいに、はい、問題っていうか穴埋めとかだったりするわけじゃないですか。ありますね。だったら、はい、一つのテーマにおける例えば語数を見る、うんうん、で回答を見比べて、はい、なんかなんとなく知ってそうな単語だったり、はい、知らないような単語の、はい、なんていうか含まれている量がどれぐらい差があるのかみたいな感じで見比べるわけですよ。なるほど。そうすると、はい、なんていうか初見での今の正解率だったりとかっていうのがある程度分かるじゃないですか、はい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 、ただもう全然できないやつを使うと、はい、結構辛いわけですよ。そうですね、うん、だから、はい、大体手を出す基準としては、はい、半分ぐらいはいけるかなと初見でもみたいな、なるほど、ようなものからやっていくのが基本で、うん、それを上回って正解率が8割いっちゃってるようなものだったら逆に2割しかないようなものだったらやっぱおすすめはできないって話になってしまうんですね、うん、はい、確かに、そう、なるほどね、はい、ただ見るのは、まあ、問題をまず見るのが大事なんだけど、はい、もう一個見なきゃいけないのがそれは何かというと、はい、次に続きます、はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね新企画 の、はい、背景としてですね新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひねあの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているのでぜひ見てほしいですね。なるほど、はい、おすすめですねこれは。そうですね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね、はい、
さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。本当登録してください。はい。お願いします。で最後、で今いろんなね、質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね、来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメント、ここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。